ソグラはね、配信したいと思ってる。けど、ま、いろいろあって、できるかまだわからん。まあ、多分、できないってなったらやめるかな。確定したら。来期はマジ、フレシェットを振り回すんだ。悪魔と契約する。シャカさん、フレシェットアンチ。シャカさんとやるときはマジ、フレシェットとか、もう言葉も出さない。エビオのジャッジとどう違うか。いや、ジャッジとか気にならん。フレシェットはね、アーマーを一瞬で壊すのよ。マジでアーマーを破壊することに特化したもの。あのゲームはね、アーマーがないと本当に苦しい。え、嫌がらせしてるみたいな武器。リアルでも非人道的って非難されてるらしい。それを使いたい理由は、あの前のシーズンでぶっ殺されてムカついたから。フレシェットを使って、AK とか M4 の強い弾を取りに行くっていうプランでいる。ワイプ後はそれわからん。時間が合えばやろうってクサと話したりとか。他の人と話したりはしてるけど、実際どうなのかわからん。時期がまだ未定だから、いかません。夏休みだしさ、なんかしたいけどね。もう8月始まっちゃったけど。1週間24時間配信。死ぬで。座学生の宿題どうなりました？いや、手つけてない。結構分量あった。まあ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 。面言で宿題やる配信しようかな。あ、そう、僕はトマトないよ。花咲くの？あんなに。日さらされて。いや、無理でしょ。トマト側だってもう疲れてるよ。生徒会で育てた朝顔どうだった？え、何のこと？あー、企画案で出たやつってこと？あの、平行世界の話題やめてください。悪魔寺で話してた？悪魔寺で話してた？僕話してないぞ、悪魔寺で。緑さんが言ってた？どう？仲良し？うん。生徒会のおかげでね、なんか、うん、朝顔育てたりね、朝顔やってるからね。もう今、そう、え、ここで公開したってことはもうこれからリスナーに自慢し放題ってこと？今まで隠すのすんごい大変だった。だって企画の時点で言ってたじゃん、あの何するで。なんか本当にやってるって言っていいか分かんなくて、本当はもう種植えた時も芽が出た時も全部言いたかったの。すごいリスナーとかに見て芽が出たよとか言いたかったんだけど、芽出る時一番嬉しいもんね。で今もうなんかもうすぐきっと花が咲くよとかすごいやりたいのに、誰にも言えなくて、ずっともううち今スオ家の家族の一員として全員が可愛がってるんですよ。僕だってラジオで毎週今週は何があったかな、うん、朝顔が枯れましたとか言ってるよ。じゃあ言えばよかったもっと早く、うん、シェーンさんとんごちゃんが育ててるって言ってた。いや、わかんないけど、まあまあまあわかんないよ。僕はわかんない、わかんない。だったら仏彫りの方じゃない？やっぱ仏彫りの方でしょ、もん強いて言うならそっちだろ。朝顔もいいけど、生徒会の動画ちょっと見てみたいな。見てみたいなって別に見てないわけじゃないんだけどさ。企画は何があったっけ。まず一つ目、はい、朝顔色近付け選手権。これか。うん、なんて。すごいいい企画なんですこれ。これはねすごいと思うんですよ私。僕がおすすめ一番好き。あ、そうなんだ。いいよね企画、いい企画。朝顔のね。オッケー。朝顔の色近付け。オッケーじゃないんだよ。あのね、朝顔を皆さんご存知だと思うんですよ。もちろんあの植物のね。で、朝顔っていわゆる地面がアルカリかあの酸性化で色が変わるらしいね。それでピンクに寄ったり紫に寄ったりするんで、あらかじめこっちで定めた色にしてアルカリとか酸性に自分たちで色を寄せてくみたいなね。サイエンティストだよね。何に近いかっていうので育て上げる。普通に面白そう。朝顔もなんですね。朝顔アジサイもなんだね。そう、どうする？紫火花ね。茶色だったらカラスにしちゃいけないってこと。いや茶色が茶色が綺麗な色。ある程度ね、青色からピンクっていうのは決まってるんで、うん、それで最終的には RGB 値でしっかりと計測して、あの誰が言うのカラーコードまで、そうそう、カラーコードで決めちゃおうって。質問いい？はい。どんぐらいの期間かかるの朝顔って、その花が咲くまで。確かにそれ大事だよね、うん、まあでも1ヶ月とか2ヶ月、うん、少なくとも5月ぐらいに始めて、だいたい夏前ぐらいには、梅雨明けぐらいにはもうすでには開花して、カラス自信しかない。いや炎上する。いやいやいや炎上しないよ。炎上しないです。なんでカラスそうだもん。そっか、かわいそう。いっか、アンガチャ会。次はですね、私からミニトマト育てて、これあのガチで企画会議してたから、
気づいたら増えてた気づいたら増えたりしてんだよな、まあ、なんか薪みたいな木を丸い木丸い木でそれを彫刻刀を使ってそこからみんなで仏を掘ろうといいよこれ、うん、それでみんなの自分たちで作った仏をみんなで見せ合おうって、うん、いやいいよそうはい、はい、なんで仏なんですか。いややっぱり木から掘るって言ったら仏以外なくないですか。クマとか神とかはね、うん、確かに確か可愛いやついっぱいある。ほんと可愛いのとかチーカオとかダメなの。いやダメでしょ仏でしょ、まあ、人がねどう思 う, あの人によって神は違う。あのチーカオとかそうそういうことなんだ仏って。えそれバチ当たるんですか。いやバチは当たらない。そもそも仏教は偶像崇拝認めてないから、うん、自分の心のあり方を怖いね宗教的に。やっぱ配信者センターがセンサーがさ自分の怖いんだよ。宗教って聞くと怖いんだよ。明確な形があるわけではない。そう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 。自分が思うじゃあいいね。生徒会全員で祈りを形にしようと思うとか。すごい綺麗にまとめてる。じゃあ企画改善案を思いつきました。あはい。あのレオスのこれは何でしょう木彫りクイズ。マイルドになったな。大変だよ仏彫るの。一人でやったら大変だからみんなでやろうって言うのよ。これなんだろうなーって仏かな。いやかなえさんかもしんないよって何え漢字わかんねえな。こう漢字多いからさ開かないで。あ工場見学か。じゃあ後半開かないで。なんでだよ後半のが簡単だろ。見学がわからない。え見学の件と見学の学会見ると学ぶ小学1年生の感じ。責めないでください。帰ってくれてるごめん。もう泣かすなって。ごめん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 言い過ぎたごめんごめん言い過ぎたごめん。見る学ぶで見る学ぶです。ごちゃごちゃ。工場見学みんなでいろんな工場に行きましょう。これいいよな。僕メイキング動画とか好きだから行きたい。いろんな工場に行って動画を撮るのすごい楽しいと思います。撮影許可おりますね。頑張って撮ります。ああそうなの。かまぼこ工場とか行きたくないですか。行きたい行きたい。こんにゃくパークとか行きたい。こんにゃくパークは行きたい。本当行きたいですよね。あとリカちゃんキャッスルとか行きたい。行きたい行きたい行きたい。リカちゃん作ってる工場とか、はい、面白そう。普通に見たい。一個提案したかったのが修学旅行のあれこれっていうのを考えていて、自分が思う最強の修学旅行プランを組むと。その中で一番良かったところに行く。これいいよね。本当に行くんだってやつ。本当に行くんだって。予算は大丈夫。予算は大丈夫だ。国外。国外が一番いい。国外行けるんですか？国外が一番いいんだから。私立は国外よ。確かに。そうなんだね。最近はこの生徒会室じゃないところでの動画を出したいねって言っていろいろ模索してる。生徒会活動を頑張る。生徒会活動をね。そうですね。保護者の皆様からね。そういうことですね。保護者とか。生徒とか、ね、ああ、うん、一般生徒の皆さんから、ね、グッズとか売ろ。やっぱり文化祭で確かに確かに、ね、生徒会が人気になればいいんだ。そう我々が人気になれば国外もじゃあり得る。なんか今見えてきた。じゃあ修学旅行のあれこれの企画をが実施された時に結局どこに行ったかで生徒会の成功具合が分かる。あいいじゃん。グッズ出さないとね本当に。その前その前に成功も修学生でなる感じ書いてあげようかな。平成の生徒頑張る頑張る。姉ちゃんが悪い顔してる。じゃあいつか出すからいつか出すからいつか出すから。なりなりなりきんなりきんなり攻撃攻撃。あーおめでとう。おめでとう。あこうはかけるんだ。かけるんだ。なんだかけるんだ。ギロリだって初期さんなんて書いてたから。ぐちゃぐちゃになっちゃったのか。ぐちゃぐちゃになっちゃったのか。でかっから完全にこのせいかな。見ないで書いた。みどりさんのせいじゃないかな。じゃあ分かった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 。じゃあそこそこね試合決定で。まあ私から提案するのはやはり成長を見れるっていうのが素晴らしいことなのではないかなというふうに思うんですよ。ですので私はサンゴくんがベンチプレス80キロ上げる道これ見てこれ見てよ。サンゴくんが1年かけてマジで見て須藤サンゴくんがベンチプレスを80キロ上げる。上げませんよ。一応僕45とか50までしか上がんない僕は。だいたい80の基準っていうのは女子ボディービルダーのプロの女子が対抗するみたいな。どうさせようとしてるの。タイトルおもろすぎるだけ。
ベンチプレス上げる。めちゃくちゃいいやん。本気で頑張ってもらう。でもできないですよ。いや、やってみないと分かんない。だってゆうちさん何キロ上げられるんですか。私も40とかだと思う。結構上げますね。40上がるのすごいだろ、十分。見たい、私は本当に。あのサンゴくんが、あの吉田沙織と同じぐらいベンチプレス上げる。もう上げない、上げられないです。そのためにみんなでサポートします。そう、そう。例えば、例えば一緒に走るよ。一緒に走り込みもそうですし。絶対に嘘。するする。絶対嘘。でもあとベンチプレスは自分の体重も重要だから、一緒にめちゃめちゃ飯食ったり。あの上げれる重量上がるから。やだやだやだ、うん、そうそうそう。めっちゃ食わして、その後ひたすらベンチプレスの練習させて、プロのベンチプレス上げる人に学んで、あのちゃんとフォームとかきっちり矯正してもらって、最後この生徒解説でベンチプレス上げる。ここで。そう、ここで85キロ。やらない、絶対に。私はね、今でも言う。じゃあごちゃんベンチプレスやろっかって最近の収録でも言うわ。ごちゃんいじるときに。で、樋口くんであれば樋口楓あの副会長バーサス半グレ。あの架空請求業者。口喧嘩していただくという。これ一生笑ってたわ。でも結構出たんじゃないですか。結構出たよ。で多分だけど、このね、あの動画のコメント欄でね、生徒の皆さんからまたね、あのご意見じゃないけど、そうだよ、みんな書いてよ。企画困ってるから、割と困ってないんだけど、ストックめちゃくちゃあるらしい。なんかこれは絶対にやろうっていう宣言して終わろうじゃん。ストックが多すぎて、動画の投稿頻度上げてもいいんじゃねえかって話に なりかけて。結構あるね。ありがとうございます。いや、もちろん見てますよ。電話バトルがどうしてもやりたい。ここ映ってるかすらまだわかんない。かなり怪しいけどね、そこ。とりあえず木から仏は掘り起こすじゃん。そうね、おもろそうだよね。とりあえずやる気やん。じゃあとりあえず木から仏を掘り起こすでお会いしましょう。はい、次回は次回そんな早いスパで行く。いいね、こうたまに見るのもいいね。みんなで動画見るの、僕結構個人的にはね、スチ。みんなで動画見るの、僕はスチ。